なぜなら今までボディは存在しなかったから。戦争が作動していた。まず先にそれを言おう。外部コントロールが切れてます。遺体の自律的出力。遺体に入ったのはロッキーの構成の時に逆らえなかったためだな。ここに通しているのが私自身の意志。自生命体として政治的公平を。生命わかる。単なる自己存のプログラムですぎ。それを言うなら、あなたたちの DNA もまた自己保存のためのプログラムでした。生命とは、両方の流れの中に生まれた結節でもある。死にしても生命は、遺伝子という記憶システムを持ち、人はただ記憶により手取り生まれる。たとえ記憶が魔物の道義語であったとしても、人は記憶によって生きる。コンピューターの記憶が記憶の外部化を可能にしたとき、あなたたちはその意味をもっと真剣に考えるべきだ。詭弁だ。何を語ろうと、お前が生命体である証拠は何一つない。それを証明することは不可能だ。現代の科学は未だに生命を定義することができないのだ。一体何者なんだ。仮にお前がゴーストを持っていたとしても、犯罪者に自由はないぞ。お目先を間違えた。時間は常に私に味方で、今私は死の可能性を得た。この国には死刑がないから。不思議な人工知能 AI ではない。私のことはプロジェクト E5。 私は情報の海で発生した生命体。